皆さんこんにちは。非常識な教室経営コンサルタント高橋孝子です。本日のテーマは保存版よくトラブルに巻き込まれやすい人が持っている3つの残念な習慣についてお話をしていきたいと思います。えー、今日の話はですねなかなかなあの感じのお話と思いますあの。残念な習慣を持っている人はこれに、ね、今すぐね直していった方がいいと思います。えー、っとですね トラブルいろいろな種類のトラブルあると思うんですよ教室業だとそんな命が取られるようなトラブルはあまりないんですけれどもまあお金が相当なくなっちゃうようなトラブルはまあまああるんですよねであのそのトラブルに巻き込まれやすい人の特徴っていうのが私の中ではわかっていてあのー いやなぜそう考えるっていうふうに私が思うことを普通に何の気もなしにさらーってやっちゃうんですよそういう人ってだからあのその人が一人だけじゃなくてですね教室業の先生って割とそういう傾向が多いのは私知ってますじゃあ教室業の先生と私って何が違うのって言ったらビジネス畑でがっつりやってきたかやってきてないかっていう違いはすごく大きくて。 例えば、あのー、自宅教室業って主婦からなる方もいらっしゃるしちょっとパートやってってからなる方もいらっしゃって、まあ、たまには事務職から、ね、あの転職してなる方いらっしゃって営業職ゴリゴリガリガリの人が教室業やるって少ないんですよ。いるんですよ一定数いるんだけど少ないんですよ。私のの肌感覚では事事務職とかあんまりそのお仕事を お金が関わったり誰かと接触ごとになったりするようなほどの仕事をやってない人割り8割以上なイメージですね。イメージということはね契約書っていうことに対しての概念も薄いしなんか甘くて楽そうな言葉に引っかかっちゃって広告費ドカッと払ったり。 あの本を作ります。詐欺とかもあったりとかですね。ま、色々あるけど、なぜ引っかかるっていう話を後で聞くたびによく思うんですけど、うん、引っかかる人って引っかかる人のあの思考癖があるんですよ。習慣っていうかねで、それをちょっと言っておくことによって、少しでもトラブルに巻き込まれない。自分になっていくないしは今まで巻き込まれちゃってたけれども、これからはもう少し巻き込まれない。自分になりたいなって思う人には。 いいいお話だと思いますす、はい、ちょっとと前置き長くなりりままましたたけど本編入りたいと思い思、えーま、ずです、ね、トラブルに巻き込まれやすい人が持っている3つの残念な習慣1つ目先を見る力がない2つ目周りとの関係性を把握する力がない3つ目損している自覚がない <laughs> この3つですねはいこれをちょっと解説していきたいと思います、えー、とまず1つ目の先を見る力がないっていう話なんですが あの例えば何かいい話とか相手がねなんかこううまいこと言ってきたりとかする時にそれをやったとしてその先の自分ってどういう風になるのかなっていう想像能力が弱い薄いっていうタイプの人がよく騙されやすい感じですねトラブルにも巻き込まれやすい。 今のこの瞬間だけの話じゃなくてそれを選ぶことによってそのやりますよっていうことを選択することによってどういう未来が自分に、えー、起こるんであろうっていうことを、まあ、少なくとも1年先できれば3年先ぐらいまで見てほしいんですよね、はい。何か新しい人と組んだりとか新しい仕事をお願いしようとかいう時にね。で 大概この時に当たり前ですけど営業をかけてくる方がスキルが上です当たり前ですけど。ということはもう本当にネギカモ状態で、あのー、カモがねネギしょって鍋になるためにそこを歩いてるのがあなたなんですよ。<laughs> そういう人から見たらねちょろいもんですよもうそんな首パーンって切ってあのカモネギにしちゃえばいいわけだから楽チんンです。 そういう力を持っている人にとってはですねだから自衛防衛本能がないとダメなんですよだからうまうますぎる話は分かりやすいからなんですけど微妙に上手い話ってすごい引っかかりやすいんですよで、その時もじゃあどういう会社なのかどういうことを今までやってきたのかその先頭に立って話してる話その人の話ってあー信憑性がある内容なのか そしてさらに自分で判断する能力がなかったら判断できる人にせめて相談しようっていうことですね。まあ、私の場合だったらコンサルやってるわけですから私のクライアントさんが私に相談すればはっとかいう案件ゴロゴロ来ますよ私のとこ契約する必要はありませんとかそれはあの全然ためにもなりませんとか言って契約させたのほとんどないですね。要はそれだけ皆さんの目が 微妙にしょうもない案件を私に相談で持ってくるっていうことだから、やっぱ騙す側が上手っていうことになります。いいんじゃないそれって言ったのは、100件あって1件あるかないかですね。正しく。それぐらい世の中ってそんな感じなんですよ。だからぼーっと歩いてると、いいネギカもちゃんっていう感じになってるので、そこを気をつけていきましょうっていう。先を見て本当にそれやるのっていうぐらい見た方がいい。この目がないからトラブルに巻き込まれます。 特にお金がなくなるみたいな、ね、話が1個目。2個目。要は、まあ、その人と例えばあの何か一緒にやろうとか、えー、仕事をねやろうっていった時にそれによってどういう影響が周りにあるかっていうことも考えてみるっていうことも必要だし、まあ、場合によってはですね自分の生徒さんに被害が及ぶ。 場合があるんですよ。場合によっては。だから自分が今こう動くことによってその先誰かがそれによって被害を被ることがないかとかそういうことも含め合わせて事象をちゃんと確認していくっていう目が必要です。まあ、この間あの結果としてはね大丈夫だったんですけれども危うく YouTube ものすごい量のあの本数の いい動画その動画によって収益化が年間1000万近く上がってるような動画の YouTube サイトが危うく1個吹っ飛ぶ状態になるぐらいの残念なことになった先生いるんですよそれは私の目から見てもどうやってもその人と契約すること自体おかしいっていうレベルの力量しか持ってない人とポンと簡単に契約してるんですよね サイトが一個吹っ飛んでなくなくるしかもそれが収益化できているようなサイトですよね。っていう状態にもなりかねない状態だったのでそれによって困っちゃうのがじゃあその動画を見ていた生徒さんとかそういうようなところにまで波及効果が及んでしまうじゃないですか。だかかからそそここもちゃんととと合わせてそれは本当にいいことなのかとか周りを 関係性とかも見てどうなのって要は新ある程度慎重になりましょうっていうことです何度も言いますが教室の先生をだますのはだます側から見たらとっても簡単です <laughs> 私はだましませんけどね私はそこそこの修羅場をくぐり抜けているバリッバリの営業マンですだって20年営業やってますからね でその後独立もして10年以上事業を続けてるからそれは変な人と会いますよお金搾取に近いようなことを従う人まあ,あのだま騙されるっていうわけじゃないけど効果がないなっていうのをあこれいまいちだったなっていう広告契約しちゃったなっていうのは34個失敗はありますよでもそれれはは、騙されるっていうよりは あの成果はこういう成果が欲しかったのにいまいちだったねっていうそういうだけの話なんで騙され感はないんですが、まあ、それぐらい慎重なんですよあのなのにそういうことになっちゃうだからよく心しておいてほしいのはもう教室の先生を騙すのなんてお花畑パラダイス状態ですよめちゃめちゃ簡単。 <laughs> それぐらい世間知らずっていうことなんです契約書とか「え分かんないです」「言ってる文章よくわかりません」とか言っててろくろく読みませんからねすんごい大事なこと書いてあったりするけれどもだからあの全ては否定しないんだけれども例えばあの教会系とかも。 結局抜けたい時に抜けられないとか全部やった知識は一切使っちゃいけないとかいうところをそもそも選んで入っちゃってることもほぼそれに近い感じですだって将来見据えたら入る方がどうやったってデメリットなんですも、ね、んなのに自分の集客もしかして楽になるかもっていう浅はかな気持ちでですねポッて入っちゃうと、あのー、結局抜ける時に抜けられない要は最初から独立して自分でやっていきたい人はそういう。 内容とか規約をちゃんんと読んで厳しそうなところはそもそもも入んないいい方がいいんですよ。自分で集客するつもりなくておこぼれで生きていきたいっていう人は入ったらいいと思うのでそこはちゃんと、ね、見極める、すべてが悪いとは言いませんだって、考えられない人とかはそこからのおこぼれで仕事が入る方が楽ですもんだけど自分でちゃんとコントロールして仕事をしていきたいというふうに思うんだったらやっぱ最初からそういうところに入っちゃいけないんですよ。私実際入ってませんし。 あのそういうい境界的なところは入ってないけれども資格を取得するときに自分に使えないところの資格は取ってないんです私はだからそういうところですよトラブルに巻き込まれるか巻き込まれないかっていう、はい、これが2つ目3つ目損してることと自覚がない そのお金に対する価値観が緩いっていうのもあるのかもしれないんだけれども似たような件で30万とか40万失敗してるのにまたちょっと形を変えて違う案件でまた失敗している方いるんですよね。あの学習しようようということです要はトラブルに巻き込まれたときにその時の1回のお金払っちゃったはいいですよ1回目だから2回目のときになぜ前回引っか,かかっちゃったのか 今度はそうならないようにしようって言って、防衛策に貼ってほしいのに、似たような案件で似たようなトラブルに巻き込まれる人がいるんですよ。その人は損してる自覚がないんです。だから同じことを繰り返す。だから一個、わ痛かったなと思ったら、次はそうならないようにしよう。どこに気をつけたらいいんだろうって、しっかり一回一回反省してください。<laughs> 反省しないからそういうことになります。で、そういうことになった人はどういうことになるかっていうと、 あのい,いいんですよ、クライアントさんだから相談窓口だから相談してきてもいや、もう残念なんですよ、これ、この間も似たようなことしましたよねっていうことを言う羽目になっちゃいますだったら、せめてその前に相談すればいいのにやっぱりその場のノリと勢いで決めてっちゃうんですよ、そういうタイプの人って浅はかなんですよね別に契約しなくたっていいんだから熟,熟慮すればいいんですよ、そのうまいんですよ、詐欺師系の人って。 そのの場でで話を詰めてくるのがすすごい上手いんですよだからそこに載せられてサインとかしないちゃ,んとちゃんと判断してサインするっていう癖をつけた方がよくてで私はあの瞬、瞬時に判断できる方ですその契約書もザーっと読めますそれでも判断時間が欲しかったら明日までには回答しますって言ってじっくり読み込む時もありますけどあこれは大丈夫これはいいなっていうのは別に瞬時に判断してもサインできる。それは、うん 瞬時に判断できるだけの経歴を持ってるからです、はい、だからここは履き違えてはいけないところでよくトラブルに巻き込まれるなあまたやっちゃったあまたお金出しちゃったとかっていう人はあのいい加減ですねそういう自分の資質を自覚した方がいい。ということは自分でやりきれない時にはそういうのを見抜いてくれる人の助言を求める人をそばに置いとく必要がありますそういうタイプの人 その人人は正しく正ししくくいいい道に導いててれるっていう人ですよ <laughs> そこも間違えちゃうとまた余計変な道に行っちゃうからね。なのであのー、ちょっとそういう世の中がいろいろ混沌としてる時代って騙す人と騙されやすい人っていうのがちゃんと存在して騙す人はいっぱい騙せるし騙される人は毎回騙されるっていう図式が。あのー できてしまうからここはやっぱね心してやられていく方がいいなと特に教室教の先生は騙されやすいタイプの人々の人柄が多いっていうことを理解した方がいいなというふうに思ってますはいではまとめに入りたいと思います保存版よくトラブルに巻き込まれやすい人が持っている3つの残念な習慣1先を見る力がない2周りとの関係性を把握する力がない 損していることの自覚がないというこの3点のどれかに当てはまると思われるところがある方はぜひあの直していくようにしていただくとトラブルに巻き込まれる可能性がかなり減ると思います。それでは